Hi guys, I'm Wanda. Welcome to Hooray for Anime. In the last episode of Bleach, Ichigo learned that Rukia's execution date has been moved up and is now scheduled for tomorrow. Meanwhile, Rukia comes to terms with her past while awaiting her fate. ここで今しばらくお待ちください。すぐに隊長殿がいらっしゃいますので。あの、はい、何でしょうか。私はただの新入隊員です。どうか普通に接してはもらえませんか。ああ、はい、以後気をつけます。This is after she graduated from the academy. やはりここでも同じか。おらおら、何こんなところで油売ってんだ。偽物じゃねえぞ。持ち場に戻れこら。副隊長の芝刈りやんだ。よろしくね。はあ、どうも。はあ、どうも。なんだその挨拶は。副隊長が名乗ってんだぞ。おめえも名乗ってよろしくお願いしますだろうが。名はなんだこれ。口金ルキアです。Wow, he acts a lot like Ichigo too. Okay, だルキア。凡庸な挨拶、凡庸な土星、凡庸な部下と長官の関係。おめえを13番隊に歓迎する。うちは隊長が体弱くってな。ほとんど俺が仕切ってんだ。だから俺のこと、時々間違えて海援隊長って呼んでもいいぜ。しかし、その凡庸さは紛れもなく私の求めていたものだった。何、辛気くせえ顔してんだおめえは。なんかおめえ毎回俺に会うたびにヒーって言ってんな。Are those his clan markings on his forearm? The Shiba clan? のめ。おめえのことだ。なんでへこんでんのかなんて聞いても答えやしねえだろうが。忘れんな。おめえがこの隊にいる限り、俺は死んでもおめえの味方だ。おお。苦しい。These guys。てめえらまた勝手に酒飲んでやがったなこら。ちぃ、気にすんな。俺もルコン街の出身でよ。うぜえ、なんてうぜえ酔い方だ。てめえら正気に戻る。カイエン様乱暴っすよ乱暴。もううるせえ、まだ勤務中だこら。カイエン殿の隣は心地よかった。美代子殿、大丈夫？あ、はい、大したことはありません。そう、それはよかった。おーい、ん？おーい。なんだ美代子、来てたのか。あなた方がホロを取り逃がしたりしたら、その後始末をしなければと思いまして。そう簡単にやられたりしねえよ。口利、悪いが、仙太郎と清音を呼んできてくれ。引き上げだ。はい、頑張ってね。はい。カイエン殿には妻がいる。Oh, that's his wife? 女の身で第三席にまで上り詰めた女傑でありながら、あんな風になりたいと思った。理想だった。そんなある日、都殿に先行偵察任務の命が下った。心配ないわ。今回の役目は偵察、後のことはあなた方にお任せしますから。それでは行ってきます。
大丈夫すか？まあ、心配ない。失礼します。朽木、偵察隊からの報告はまだか？はい、まだお戻りになっていません。あ、大変です！偵察隊が！Oh no. Oh no! Miyako! Is she dead? 意識を失っていますが、命に別状はありません。他は全滅です。She's the only one that survived? なことになったな。偵察隊が宮古殿以外全滅だなんて。宮古殿は大丈夫なのか？ああ、命に別状ないそうだ。そりゃよかった。あの方は我ら13番隊になくてはならない方だ。ああ。あ、これは宮古殿、もうよろしいんですか？What? 何を宮古殿。Oh my gosh!何事だ？おお。やめろ、ミヤコ！What the hell? なんてことだ。カイエン殿。あいつはまだそう遠くには行ってないはずです。待て、カイエン、抑えろ。今追うのは敵の思うつぼだ。それでも行きます。奴は都を操ってあいつを慕う部下たちを殺しまくった。ゴリを怪我しやがった。させてください、大将。わかった。俺も一緒に行こう。大将。引きもついてこい。はい。お前たちはこの場を指揮し、戦闘態勢を整えろ。わかりました。行くぞ。Ew. Ew. 大将、お願いです。俺一人で行かせてください。あ、まずはお前からか。小僧。ちょい、死ぬでやるわ。くれ！はい、だ、くれたな。水天逆巻け、ネジ花！What happened?わしの触腕に触れた者は残白刀が消滅する。わお、バカ、そんな能力が。カイエン殿。いいか、よく覚えておけ。戦いには二つある。 That's who Rukia was talking to in that flashback in the earlier episodes. I think it was episode 8 or 9.She had the flashback. 守るための戦いと誇りを守るための戦いと。今、やつの誇りだ。部下たちの誇り、やつ自身の誇り、そして何より愛する妻の誇り。
間の助けを借りないのか。てめえなんか俺一人で十分だ。そうか。では貴様にも貴様が愛する妻と同じ仕打ちで報いよう。己の体をわしに内より支配され、己の意志に反して仲間を切り殺す愉快じゃな。なんじゃ、わしを呼んだか、小娘。Oh, goodness. カイエン、どこ？なぜそう何度もわしの名を呼ぶ？そんなにわしが心配か？そんなにわしが愛しいか、小娘。そんなにわしが愛しくばんまうず、お前から狂うてやろう。逃げろ、朽木。早くしろ、死にたいのか。どうしてだ、どうしてこんなことに、どうして、カイエンの。どうした、なぜ切りかかってこん。分かっておるぞ、こやつの中からわしだけを引きずり出す方法を考えておるのだろう。無駄だ、わしも霊体、こやつも霊体、霊体同士の融合だ。英語を解けることはない。 Oh man. そうか、ならば致し方ない。カイエンの体ごとお前を切ろう。貴様、正気か、切るのか、自分の部下を。切るさ。カイエンの体をお前ごときにくれてやるわけにはいかん。逃さん。Oh no. バカ野郎、どうして戻ってきた。その時戻った私に策などなかった。隊長、ありがとうございました。俺を戦わせてくれて。カイエン殿、まさかわざと。俺のわがままに付き合わせてひでえ目に遭わせちまったな。ありがとな。おかげで心はここに置いていける。違う、私は礼を言われるようなことは何一つしていない。私が救ったのは私自身だ。醜い、私に救われる価値などありはしない。血を流してまで救う価値など。白夜、大変だ、朽木の処刑が。聞いている。そうか、なら話が。それがどうしたというのだ。 What? 何だと。処刑は明日、それが決定ならば私はそれに従うまでだ。つまらぬ話で呼び止めるな。失礼する。お前ふざけるのも大概にしろよ。明日なんだぞ本当に。明日の正午にはお前の妹は。流行るな、命を縮めるぞ、ユキタケ。ケイは一度、部下を見殺しにしているではないか。
ともかく、あれは私の家のものだ。たとえ死のうと殺されようと、刑の知ったところではない。Oh、くれぐれも刑期は慎んでもらおう。In Rukia's flashback, we finally got to see the circumstances surrounding Kayan's death and why it has such a profound effect on Rukia. Even now, Rukia is haunted by feelings of guilt, and now we can better understand why she tried so desperately to keep Ichigo out of harm's way. Back in the present, Byakuya shows no concern nor emotion when Ukitake informs him that Rukia's execution is scheduled for tomorrow, and even tells Ukitake to refrain from doing anything rash. This makes me wonder, will Ukitake attempt to rescue Rukia? I guess we'll find out in the next episode.